とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。本当にいつもコメント、ありがとうございます。今日は質問が来てますね。古代狩りの最高のお供え物セットを教えてくださいということですね。今、俺がちょっとセットしてるんだけども、撮影でよく使う感じが、こんな感じなのよ。とにかく、パーセンテージを 90% に近づけたセットにすることだね。こうすると、いろんな古代人がたくさん出てきてくれるので、撮影に向いてます。ただ、効率がいいかっていうと、効率はそんなに良くないです。実際最効率を出そうとするならば、自分が欲しい装備を出す古代人を、単体で出すのがおすすめです。なので、欲しい装備によって古代人を変えてください。で、今俺がね、探してるのが、発光するイカの防具、そして影の衣、その二つだね。その二つだけを探してるので、そのセットを紹介すると、まず弓が古代の弓。で、武器がブロードソードで、鎧にスプラウトアーマー、もしくは、これのユニークだね。ツタアーマーか。そうすると、こんな感じになります。アビサルアイと稲妻のごとき成長。まあ、この二人が単体で出てきますので、これが効率がいいやり方ですね。ただ、あんまり古代人は出てきません。なので、レベルをお供え物にすると、94% とかなりいい感じになるんだけども、ここまでは俺はしたことはないです。まあ、実際、レベルはお供え物をせずに行く感じだね。うん。でも、90% ぐらいで回るよりも、全然この古代人が出てくるので、おすすめです。まあ、とにかくこれが、俺の今の一番のおすすめですね。で、そして、バブルバースターが欲しい方っていうのが結構多いと思う。うん。俺もちょっと前までバブルバースターめちゃくちゃ欲しかったんだけども、それを出す、セットもあります。回復のトーテム、そして防具がトゥルバドゥールですね。そうすると、単体で復讐に燃えた船員。これが出てきます。うん。まあ、ちょっとパーセンテージ低いんだけどね。で、それにさらに、達人の刀。そして古代の弓入れると、アビサルアイも同時に出てきて 58% ですね。なかなか美味しいと思います。まあ、今日はちょっとレベル9入れちゃいましょう。レベル9入れちゃって回ってみましょうか。実際これやったことないです。どれぐらい出るんでしょう。すごく気になるんだけども、うん、手が震えるね。レベルを9下げなきゃいけないっていうことなんで。この、アビサルアイ、そして稲妻のごとき成長。これを単体で出す構成で、9、お供え物して、行ってきます頑張るぞ。レベルが1132まで下がりました。もう後戻りはできないね。で、チェスト27。別に多くもないな。古代人多分これ多くても3体ぐらいしかいないような気がするぞ。ま、とりあえず進んでいってみます。やべえなこれ。一発目から発見です。稲妻のごとき。こいつは別に何もなかったね。普通に倒しましょう。おお、変更ついてるやん。びっくりした。変更ついてたんか、忘れてた。ついてないもんと思った。無知ですね。残念な感じだ。また来ました、稲妻のごとき。でももうなんかいないような気もするんだよな。ちょっと微妙な気もするんだけどね。いいか、いけるね。ドラじゃなかった。ブーツをカバンに変えていけば多分、いけるっしょ。うん。オッケー。おっしゃー、来たー。
けど、これも出るね。やっぱ 58% とかで言っても古代人がね1体いるかどうかぐらいなのよ。なのでやっぱレベルを捧げるとさすがの出方だわ。くるくる。以上でした。2体か。2体だったら、あの 58% で言っても3体出ることたまにあるもんね。レベルは絶対お供え物にしちゃダメ。絶対ダメ。ほんといいことないよ。びっくりした。もうちょっと出るもんかと思ってきや、全く出らんかったね。いらんね。もう武器はやっぱりもう、あれだもんな。263が欲しいもん、どうしても。はい、よくない。では、出たやつ見てみましょうか。どうだ？まあ、無知ね。無知いらないね。クールダウン付きで、採用です。どうだ？ないか！ひどい！ひどいなぁ！ひどいよ！売ります。はい。ということで、今日はコメントありがとうございました。効率のいい古代狩りのお供え物、それは自分の欲しい装備の、古代人を単体で出していくこと。これがね、最効率だと思います。パーセンテージを、高くしてしまうと、まあ、レベルも必要なこともあるし、古代人がたくさん出る場合もある。なので、単体で出るような装備セットを、自分のね、欲しいやつの装備セットを探してみてください。ちなみに、俺のおすすめ、アビサルアイと、稲妻のごとき、なんとか、あれを出すために必要なのは、古代の弓、そして、ブロードソード、で、鎧に、スプラウトアーマーだったっけ？だね。スプラウトアーマー、もしくはツタのアーマー。その3つがおすすめです。はい。ちょっと今日は、レベルをね、お供え物しちゃって、若干テンション下がっちゃったんだけども、まあ仕方ない。9ぐらいパッと上げてみますよ。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。